ホンマ、ハロー、こんにちは。ソイケイト、ホンマ、ビエンビリラミーかな。おい、バモサビスタル、ウンレストランテ、ハポネス、エンカナカ、アビラテイ、イ、バモサ、コノセル、スヒストリア、イ、グランシェフ、セニョル、タケウチ、バモコノセル、バモコノセル、ウナキラキャカオ。アップありますからね。そうそう、アビラテ、アビラテ、わあ、これですね。素晴らしい。すみません、勝手にありがとうございます。小林さん、いいんですかね、行っちゃいますかね。失礼します。素晴らしい。ベルミス、suavecito mejor, no tiene que como apretar mucho, entonces le quita el sabor. Sí, suave siempre, ¿no? Es un arte.Gracias. Así han permiso. Así todo. Ni honshun todo. O sea que dan permiso de cupe. Así. No, gracias. Aquí. Ay, sí, sí, mira, aquí. Mira, gracias a usted, pero. Gracias a usted. Como compartiendo cultura japonesa. Sí, mira. Buena para pie, más fácil para sentar. Mucho respeto, señor Takeuchi. Increíble una historia. Y a este, Abirate es el primer restaurante japonés en este país, Venezuela.すみません、たけしさん。すみません、勝手に踊りながら。いやいや、もう本当にお入りください。すみません。岐阜県の美濃市の美濃市で。ご出身の。わらびというね、本当にちっちゃな部落みたいなところですね。わらびです。そこに伊田鳥川という、長良川の支流がありましたね。最初、きれいな水ですという川でしたね。1952年とかですか、生まれ。前は1928年生まれたの。お生まれですか。ええ、1928年ですか。53年ですか。28年は1900ですね。あ、1953年ですよ。昭和28年ですよ。5人兄弟。5人、一番下なんですよ。あ、一番下だったんですか。ねえ、だから勝手なこと言ってんだよね。いやご家族はこっちに遊びに来られたとか。いや、来ないですか。兄がね、来たい来たいって言ってたんですよ。あ、本当ですか。行こう行こう、絶対なんかベネチアがバーってなっちゃいました。あ、情勢が悪くなって、ね、で今度は絶対コロナでしょ。ああ、ね、もうきっかけがそうなんですね。やっぱりちょっと気をつけてね。確かにそうですね、はあ、そこからここまで岐阜の美濃市から。だから僕5人兄弟なんですよ、はい、これ一番下でしょ、はい、5人ともまだね、現在で、ね、そうなんですよ。でもね、一番上の方はおいくつなんですか今。ね、あれでね、74かな。74、あ、70、あ、年子ですか。74、3、2、1。あ、違う違う、74、5回、70代。そう、73です。83です。お姉ちゃんは83です。そのぐらいだと思います。あんまり僕ね、人の年じゃないんだけども。いや僕はですね、東京オリンピックの時にですね、あれ60年でしたか。東京オリンピックの時に僕生きてます。最大会のね、その時の
なんか言ってるんですけど、ね、入場式、ね、はい、開会式とか閉会式を、ね、あの頃も白黒のテレビでしたけど見られたんですけど、ね、はい、あれに感動しましてね、貧しかったですから僕、私岐阜の田舎の町でしょ、美濃市ですから、ね、はいはい、いやー世界にはすげえ人いるんだなと、はいはいはい、ね、それで特にあのあれでしょ、閉会式なんかね、みんながバラバラでバーッと入ってきて自由にやってね、はいはい、いやこれはすごい自由が世界にはいろんな人がいるんだと、これは海外へ行かないかんということで、そこで僕海外に行くのを決めたんですよ。あ、そうなんですか、ええ、それがもうじゃあおいくつの時か、12歳かな、11歳か12歳ですね、はい、そこで決められて、決めて、それからずっとどうやってソフトに行くかと、狙っていましてね、おい、あれですよ、あの日立とかですね、会社に、ね、2つに面接にも僕行ったんですよ、はい、それでも、ね、その時はじゃあ料理じゃなかったんですね、料理じゃなかったんです、で行って、まあ、とにかく何、ね、かの都合でと、でも私は普通科でしたから、はい、ね、それで普通科の会社にね、もうダメだって面接でやられちゃって、あ、そうかと思って、じゃないな、頭もねえしなと思って、はい、それで高校1年か2年ですかね、万博がありましたよね、大阪万博ね、大阪万博、今回もありますけどね、はい、またね、その時にもう学校で皆さん行ったでしょ、あれね、あ、僕すみません、僕まだ多分生まれておりません、すみません、すみません、僕80年です、ね、僕80年で、ね、で学校から行って万博がありましたよ、それでまあみんなで自由行動みたいな感じで僕は一人バーッと歩いてて、ね、はい、でフランスのね、フランスからのパビリオンの前に行ったんですよ、はい、ちょうどその時にね、フランス料理人に会ったんです、前で思うんで、でパッと見て、あ、これだと思ってね、まあ、これだ、海外へ行く可能性あるなと、はい、それで帰ってきてすぐあの学校で俺料理人になりますねって、ね、でそれじゃあきっかけはフランス料理が美味しかったからじゃなくて、フランスのシェフがかっこよかったってことですよね。調理師学校に、ね、行きますからって言って、あの大阪のでどうせ行くんならいいところ行かないかんからと思って、ね、はい、であの大阪の北区ですか、ね、はい、そこ あの日本調理師学校に入ったんです。高校卒業生とかその中退してですか。いや、高校卒業しましたよ。ああ、ほんとに勢いに行かなかったですね。ああ、それでフランス料理の職員、職員というか料理人さんになると。そう、だからフランス料理人になったんですよ。ただね、やっぱり調理師学校ね、和食中あのフランス料理全部 全部やられるんですか、一応じゃあ基本は全部、全部やられる、すごい良かったですよね。ああ、なんか全部やるんですよね、今につながってますよね。ああ、そうなんですか。なんかまだ残ってるんじゃないかなと思うんですよ、やっぱり、ね、なるほど、あれ、あの頃はね。で卒業されてそのまま島ホテルに、島観光に入った、島観光ホテルというところに、で島観光に入ったんですね。僕知らないです、僕すみません、全く分かってないです。もう中部地方1位、そうなんですか、あそこ最近 G7 の会にやりましたからね。あ、そうなんですか、安倍総理の頃に ね、あー、すみません、もう無知です、すみません、伊勢島地方ナンバーワン、ダメです、そうなんですか、ナンバーワンホテルです、はあ、知らなかったです。あの時もね、僕そこにでも入る実力があったってことですよね。それがですね、大阪のですね、実力があって、大阪の梅田でですね、阪急の阪急百貨店の2階に風車というね、大衆レストランが あるんですよね、はい、もう今ないですけどね、結構風車有名だったんです、うん、そういう大衆料理屋でね、はい、要するに昔のランチですよね、はい、まあ今もランチですけどね、はい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 、でそこにバイト、ね、お金がないから、ね、はいはい、飯も食っていけないからですね、どっかでバイトやったらいいだろうと、でまたね、両方ね、一挙両得だろうということで、そこで、ね、はい、バイトしてずっと1年やってたんですよ、はい、そしたらあそこのですね、石田料理長という方がね、覚えてますね、竹内お前出て3人残ったんですよ、はい、8人入って3人残りましてね、確か2人か8人で、ね、あんたらお前らうちへ残らねえかってことになったんですよ、はい、でちょうどその日ですよ、僕ね、島観光ホテルの話を学校にね、長寿学の教務から伺って、それでね、どっか行かねえかなと思ってた時だったんですよね。なるほど。それで石田料理長に、いや料理長、あの僕学校から島館というなんかつまからない連れ込みホテルみたいなやつ、そんなこと言ったんですよ、失礼な、島観光さん、すいません連れ込みホテルみたいなホテルで、あのオファーされてるんですけどと言ったんですよ。そしたらさ、って言ってさ、お前あんなホテルは何なのかって言われましたよ。俺があそこでスーシェフやってたとこだと、つい最近まで、
それで今あのね、料理長に去年来られた有名な方で、すごい実力のある方で、高橋料理長という方がいるから、ね、お前があそこに行くんなら俺は止めねえって言ってました。ああ、そうなんですか。ええ、確かに皇室の方とかも使われるようなことですよね。ね、島からそうなんですか。はい、ずーっとね、あのね、ね、新年の挨拶でね、来られました。そうですよね。ね、だからこうね、僕がいる間、昭和天皇とかでね、あの天皇、東京で帝国ホテルレベルです。どういうことなんですかね。はい、そこに行かれて、いやいやいや、すごい手術でそこに置いてしまったぞ。それはでも皇帝の職人ですね。連れ込みホテルと思ってるんですよね。本当にあれはね、まあ、帝兵でしたからね。ああ、そうなんですね。それで、まあ、運が良かったんでしょうね、やっぱりね。そうですよね。その前に、ヨーロッパの方にね、研修旅行に出たんですよ。行かれたんですか？あの文流ですね、文流の研修の料理人の研修料理学校、はい、料理学校行ったっていうのでね、41人か42名かな、なんか結構行きましたよ、はいはい、それでフランス、イギリス、スペイン、イタリアと回ったんですね。で各国の、調理師学校に入って1週間ぐらいのね、はいはい、勉強してました。僕はその時イタリア料理が好きだったんですよ。フランスじゃなかった、フランスじゃなかったんです。食べるのはやっぱりパスタが好きだったんですよ。それでイタリアのね、カレーの、ね、勉強してきたんですよ。でもそれであとホテルで作りましたよ僕。カレーのやってきましてね。あ、そうなんですね。まあそれだけで終わっちゃったわけですよね。で、それでそういう話が今度来まして、それで僕は絶対ね指名されるわけないでしょ、こんなペーペーでね。いやいや、でも、でも島観光ホテルではフランス料理やったんですか。でフランス料理、あ、そうそう、そこはフランス料理で、はい、はい、それで、はい、あのあれですよ、私の先輩がね、はい、あの話が来て、はい、行くかということで、はいはい、その先輩も OK って言ってね、行けられたんですよね。だからその先輩はイギリスのサボイホテルをね、お待ちで、あの、はい、留学手続きで見えて1年近くお待ちだったのかな。で来ないからということで、知らないなと、知らないってたらおかしいかもしれませんけど、受けられて、はい、それで、行くことになったんですけど、その後で1週間か2週間ぐらい経ちましてね、OK が来たんですよ。はい、確か、はい、それでやっぱりね、先輩としてはそちらで夢ですよ、そこに行かれて、ね、で誰にしようかって言ってまた元に戻って、秋があって、ね、また、その時に僕は、ね、あのヨーロッパ旅行行った時、ね、ベーカリーのシェフと2人で僕送られて行ったんですよ、はいはい、だからベーカリーの、ね、シェフに料理長が訪ねられてるシェフが、ね、いや竹内ならいいんじゃないかと、あいつはどこでも生きてきれるなるほど、生活力が生命力があるじゃん。そうそう、生命力があるほど。で、僕ね、名前出してくださったんですよ。あ、そうなんですか。それで料理長に呼ばれてどうだって言われて、当時はですね、大使がね、こう自分が指名される人を連れて見えたんですよね。はいはい、今はなんか文化交流とかなとね、そういうところに今も、まあ、あの面接はするんですけど、のその国際交流とか、国際交流のサービスとかのところに登録してるんですよね、皆さんが。あの制度が始まったら、僕はこちらに来てすぐですよ、確か。あ、で最後のその、大使が直接指名を、個人で探すのは大変だからということで変えられたと思うんですよ。本当に全てを売り払ってても変ですけど、日本にはもう戻ってこないと。戻ってこないだって思う。でもベネズエラって聞いてて、そこでよしやったるっていう感じですか。まあ、ベネズエラもまだ分からない。聞いてなかったんですか。あ、もう大使が大使の付きでっていうことですか。その時はベネズエラっていうのは分かってました。あ、分かってたんですか。で、でもベネズエラに残るってことは決めてなかったです、僕まだ。あ、でも海外っていうことで、ね、外にことは決めてたんですね。そう思ってたんですよね。強い意志が終わりだったんですね。いや、でもね、近鉄に乗った時、カジオリマですね、皆さん見送りくださったでしょ、はい、なんか申し訳ないし、涙が出ちゃってね。あ、本当ですか。涙止まらなかったですよ。かしこ島の駅いいですよね、最後の駅だから ね、 ね、片道しかないから、ね、はい、へぇ、本当にね、いやと思いましたよ。そう、あ、そう、帰らない決意をしたものの、ね、あ、そうなんですか。 そうなんです。それからもうずっとダイレクトで東京まで行きまして、ね、ギリギリまで、ね、働きましたのでね。あ、本当ですか。で、送別会皆さんにやっていただいて、それでもう本当に東京まで行って、それでもうほとんどやったんです。1978年にも東京、どういう経路で行かれるんですか、その時は。もう東京、ロス、ニューヨーク、カラカスだった。ニューヨーク、カラカス出てたんですか。で、大使がですね、あの、ニューヨークにお見えになったことあるんですね。ロスにも思い出があったのかな。それで、そのコースを取られた。なるほど、ね。で、一緒にも、もちろん一緒にご移動されるってことなんですね。ポンポンと来たんです。若かりし、竹内
地さんが、よろしかったですか、面白かったですか、いやいいね、ロス、よし、海外、ニューヨークと。ベネズエラ来た時は、あ、俺は本当に来たなと思いましたよ。本当ですか、ええ、あ、もちろんカラカスのマイケティアに。マイケティアに来ました。ちなみにスペイン語は、あ、スペイン語全然でした。あ、全く何もやれなかったです。語学は英語は、そこ英語で音のダメです。日本語のみで、日本語だけで素晴らしい。だから向こうでこちらに来るの決まってから、ね、ホテルで和食とか、ね、米菓のパンとかそちらのちょっと時間があるから、ね、お前して勉強してこいって料理長に送られて、はい、ね、であと勉強簡単にして、はい、だから他のこと何もできなかったですよ。本当に職人さんだったんですね。はい。島川は何年結局いらっしゃったんですか。島川ですか。島川はだから、全部で5年ぐらいいました。トータルすると。トータルすると5年ぐらいですね。勤められたんですね。5年ぐらい。だから短かったんです、島川も。すごい大出世ですよね。すごいですよね。だから僕、ね、高橋料理長とか石田料理長とか、ね、野村大使もそうですけどね、大使は野村大使という方だったんですね、連れてきて、5人の、ね、方に、ね、すごく感謝してる。ああ、さようでございますが、あの5人の方がなかったら今の僕はレンタルなので、本当出会いですね、本当ですね、本当にそうですね、ですよね、本当ですね、本当にね、阿部方の前身がカモンと言いましてね、それが71年からオープンが、はい、それをやってて、阿比良邸を、まあ、茶会と公園、第一号店ですね、そこを前のオーナーが作られたんです、はい、それで一時は両方やってたんですけども、はい、2年ぐらいで家紋を閉められて、阿比良邸だけに閉められ、ね、絞られたんですよね、はい、でその時に78年頃で、私がちょうど皇帝料理人としてベネズエラに来た時なんですよね。だから僕来た時は阿比良邸にですね、数回客として食べに行ってますよ。行ってるんですか。行ってます。まあただね、野村大使が奥さんもですけどね、はい、僕がここに残るって言った時は、いやここには残らないですってね、全部反対されたんですよ。そうですね。どのくらい働かれたんですか、野村大使の皇帝料理人で。2年8ヶ月2年8ヶ月の現在から で大使が任期が終わられたんですか。はい、任期ここで終わられて、もうね、今度出ましたから、発令が一緒に行くかって言われたんですか。日本からあの時はイランに行かれたのかな。それでイランの戦争があったでしょ。あ、その当時だからすごく、ね、大変だったと思います。なるほど。それで大使に一緒に行くかって声かけられたんだけども、ここに来るの僕決めてたでしょ。もちろん大使にもお話させてもらいました。阿比良邸に来るということを決めてたんですね。決まってるからということで、こちらに残させてもらいました。ああ、そうなんですか。残っちゃったんですよ、僕にね。残っちゃったんですねって、なんか軽く言いますよね。そうなもんですよね。でもそうですよね。それでここで苦労して、ね、なんか申し訳なくて、大使と連絡取るのも嫌で、10年近く連絡取らなかったんですよ。あ、本当ですか。またら大使がね、なんかサントドミゴですか、ね、はいはい、あそこで昔、ね、懐かしいからということで、ね、あそこで何か仕事で来られたんですよ。それでベネズエラカラカスが懐かしいからってね、こっちへ来てくださったんですよね。その時に阿比良邸来てくださって、あ、本当ですか、ね、で当時のこの日本人会の人がですね、阿比良大使来たからということで、じゃあ阿比良邸で竹内がいるから、阿比良邸でじゃあ一席を設けようかということで、皆さんが一席も設けてくださったんです。その時に私はね、大使の前で申し訳ないし、いやあ、そういうわけで、ちょっと隠れてたんですよね。はい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 。そうしたら、ね、あの会員の方が、ね、まあ私も会員ですけどね、隠れて、野村大使も見えたので、この前ここに座れずです。そうですよね。大使の前に座らせてもらってさ。本当ですか。あの時に、僕も泣いてた時に大使泣かれちゃってさ。あ、よかったですね。寿司を、前任の方が週に1回やってたんです、週1、寿司刺身を。その前はすみません、じゃあ寿司の前は何を提供されたんですか、そのここ、あの要するに、お食事は、お食事は。日本食ですよ。日本食、丼物とか、丼物とか、丼物とか、親子丼とか。あの頃は炉端焼きが流行ってましたでしょ。だからそういう炉端系のね、焼き物とか、それ出して見えたんですよ。で週1で寿司をやって寿司を出した。でちょうど僕それの方とちょうど顔入れ替えるようになって、で僕はそのアメリカの寿司に見えつけた、ね、なるほど、ブームが来たと、よし、持ってくるぞ、これはいいだろうということで、もちろん相談させてもらってね、うんうんうん、それで大きな14人掛けぐらいの大きな寿司カウンター作りましたね、すごい
うん、でそれと同時にベレンからですね、料理人さん来てくださいまして呼びましてね、はい、でその方と2人でそのね、料理人さんに寿司を僕教えてもらって、でこんな大きなね寿司カウンター作ったでしょ。そうですよ ね。だから一人で最初は一人でやってくださったんですよ。ベネン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 っていうところでしたね。あのすみません、あそこでブラジルのマナウスから、日系移民のナザ、マナウスからこのあの最西まで、日系移民の方なんですか。日系人ところですよね。日系人一世でね、その方は、ね、マナウスボナボナオボボアビスタとかそのところです。ああ、そういうことですね。来ていただいてですね、それで彼に教えてもらって2人で寿司カウンターをやったんですけどね。歴史ですね、そこから始まったんですね。それからですね、寿司はうちが最初のような感じだったし、もね、とにかくベネズエラで最初の寿司ってことですよ ね、 それでアメリカでね、何された人が多かったですから、はいはい、ここに結構もう寿司を知ってる人が結構いたんですよね。ベネズエラからかせるかですね。もちろんうちが週1やっててね、その時お客さんがね水曜日にやってたんですよね。やっぱり水曜日お客さん多かったんですよ。あ、そうですか。それはもう毎日やりましたから、僕なんかおせやおせやでね、すごいお客さん来たんですよ。そうなんですね。その頃の寿司はでも本当に日本の握り寿司なんですか、それとも巻き寿司だったんですか。そうですね、ブラジルから来てくださった方はね、もう日本的な寿司、日本的な、はい、江戸前の方ですよ、はいはい、だからきちんと寿司をやってたんです、はい、だから彼は、ね、カリフォルニアとかそんなもの俺やらねえっていう、なるじゃどうだってですね、っていうから寿司選ぶ、そうなんです、そういうことですよね、日本は、黒沢さんと言われたんですよね、はい、やらないって言って、で私がね、まあ、渋々とはない、そういう株や、ね、商売のためだと思ってた、確かに確かに、巻物やりましてやり始めたんですよ、はぁ、いやー、素晴らしい、あの頃はいい思い出ですけどね、本当ですか、やっぱりね、なるほど、それまあ、とにかく親御さんがね来てくださってよかったですよ、あの時は。それが徐々に85年のことからここ、それからもどんどん85年になって、で85年頃にちょっと店の中を改装しましてね、はい、こう汚いところあるからと、お客さんにもよく言われたんですよ。いつもね、大使がここに来てくださってさ、竹内さん、これちょっと汚いね、本当ですか、来るたびに竹内さんまだ直さないのとか、本当でも唯一の本当に日本食の寿司が食べれるところなんですね。その後に将軍とか、はい、ね、すぐ近くに将軍ができましてね、で太鼓ができて、日本人のやったのはその2つのね、うちと3つが最初ですね。そうなんですね。でも改装してきれいにしたんですけどもね、それからもう99年に出ましたから、あそこオーナーが出ろって言われて、あ、借りてた、借りろって言われて、借りてたね、オーナー出ろって言われたんですか。でその出ろと言われて移られたのがここなんですか。いや、違うんです、また違うところなんですか。でね、トーレカーペエミヘイといいまして、ね、今のチャカオにあるですね、はい、新築のビルに入ったんです、はい、あの時はね700平米ありましたから、まあ、あのメサニーになったんですけどね、はい、結構大きかったです。すごい大きいんですね、場所を借りちゃって、はい、で友達に作ってもらったんですよね。はい、で出来が良かったんですよ。はい、洋風でですね、はい、綺麗で。その代わり天井が広くて、エコーは、ね、要するに響くし、稲倉市も結構ね、まあ、大きいからというか、たくさんの人に来ていただいたんですよね。うん、その時に稲倉市にこれ最初の契約で3年で出ないかなと決めたんですよ。ああ、それはもったいないなと思いましたけどね。3年契約だったんですか。出ないかということで、それで、ね、出るにはどうしたらいいかということで、はい、やっぱり定食だろうということで、昔から定食をやってたんですけども、これを本格的にやった方がいいということで、1ドルの定食を作ったんですよ。580ボリバルです、あの頃に580だった、580ボリバル、はい、それが結構当たりましてね、はい、なんか毎日行列ができたような感じがあります。で席数もですね、あれの時は106席ぐらいしかなかったんですよ、はい、大きかったですけどね、下だけでしたから。でも上のメンサニーがバー作ったんですけどね、綺麗なバー作ったんですよ、はいはい、でお客さん行かないわけですよ、バーに。あー、もう下の安い方に寿司カウンターで、向こう奥の方がですね、寿司あの焼き場で、手前が寿司カウンターで、カウンター2つ作ったんですよ、うん、そこに皆さん行っちゃうでしょ、ね、雰囲気もやっぱり下のがあるんですね。確かに確かにそうですよね。じゃあもうね、下もったいないけど上潰そうって言って、バー全部潰しちゃいましてね、そこにテーブル入れたんです。はあ、とにかくもうね、定食で儲けなきゃいけないということで、そうです、ね、お金返さないかということでですね、でまあずっとなんだかんだしてですね、あれ1年近くでね、
ほとんど取り返し、返しがたんです。ああ、もう返済されたんですね。わあ、すごいですね。昼は定食、夜はオール雪ユンキャイントでですね、あの頃またオール雪ユンキャイントはあまりなかったんですよね。オフィスタイルってことですね。その両方でですね、やって、従業員も結構多かったですよね。1年ってすごいですね。なんかすごい額ですよね、確か借りたこれが。あ、そうなんですか。それが何年の時ですか。すみません、99年に出てろって言われたんで、2000年の時ですか。第2号店阿部屋店、そこです。ここに来たのは日本食を普及しようと、今ずれてたんですが、普及しようという気持ちがね、強かったんです。日本食文化なかったんですから、はいはいはい、大使にそれ話させてもらったんですよ、野村大臣ね、はいはい、ここは日本食文化ないから何かやりたいですってことで、ね、それが昔のね、日本に海外を出るという、なるほど、はいはい、でそれがちょうどここのね、それにあったんですよ、日本食ね、文化はね、文化とかね、日本食非常に、はいはい、これがね、両方で儲かるだろうと思う、うん、ね、うん、もちろんそう思いますけどもね、それで両方かけてやったんですよね。ああ、そうじゃないですか。それでそれを2000年に、寿司のファーストフードを出したんですよ。寿司のファーストフード、まだね、あの阿弥陀亭のね、借金もあり、ね、なんかまだ先真っ黒だったんで、保険者です、アベントレロですね。それでね、とにかく何かやらなきゃいけないだろうということで、今はちょうどね、日本食が流行ってきてるからチャンスだろうということで、それで一番というね、ファーストフードを作ったんです。作ったんですか。生鮮生鮮作ったんですよね、第一番。どこですか。生鮮生鮮鮮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 なんのことないね、やっぱりね、寿司ですよね。来るんですね、お客さん。来ましたね。あの時狭いところでですね、料理人さん6人ぐらい使いましたかね、全部でね。もう朝からずっと作る置きしましてね、なんかもう飛び降りちゃいました。すごいですね。その小さな6アールだったんですけどね、結構売り上げがありましてね。はい、それがまたね、まあそれはまあ、あの一番の会社別で、ね、今度はあの稼いだのここにありますけどね、ここにあのプラザの横に作ったんです。一番ですか。3号店はまた向こうのね、あのカンパレグレの方も作ったんですけどね、何号店まで出されたんですか。7号店まで出されたんですか。一番それでいろいろ企画したんですよ、僕はいはい、あのこの時ね、でもね、やっぱりヒットしたんですね、あれ自分だからね、いいと思いましたよ、はいはい、あのメキシコとかですね、あのスペインとかね、コロンビアからね、あのあフランチャイズしたフランあ、お話が来たんですか。やってくれって話が来たんですよ。でも本当に南米中にはなかったってことですか。なかったんです、何もなかったんです。で、当時ブラジルにも僕ね、ブラジルがいいかなと思ってね、ブラジル見に行ったんですけど、ブラジルも何もなかったんですね。あ、本当ですか。日系人が多いのに、ブラジルはどちらかというと、あそこのなんかというと、ブラジルのパスポートありますよね、ちょっと重いですけどね、はい、フージョンだとかフュージョンだとかね、はい、それがすごくね、市場を抑えてて、抑えてたんですか。だからそうマックもですね、あの時はね、1軒とか2軒しかなかったんですよ。サンパウロですよ。サンパウロですね。2000年ぐらいの話ですね、それ。それは2000年、もう4年ぐらい。もうその3年か4年ぐらいです。あ、そうなんですか。もうでベネズエラには、国内にはね、あの時は夢ですから、50軒ぐらいのね、フランチャイズを作ってやろうということで、目標として。結構すごい借金抱えてやってたわけですから、あの時。でも本当に自分を追いやってですね、もう借金を払わないといけないし、やるしかないってことですよね。いや、数千万ですからね。そうですよね。すごいですね。使いましたよ。でもやったると。いや、どうでも私はなんかね、兄弟もね、あれですよ。僕はね、回遊魚だと、はい。要するにね、一とこで、じっとしておれねえんだな。なるほど、いろんなところに、ね、そう言われましたよ。マグロですね、止まると死んでしまう。なるほど、動き続けないかいと、そうなんですね。で、またこちらに来てちょっと落ち着いて、ね、ここに来られたのはあいつなんですか。すみません、阿弥陀亭がここに来られたっていうのは、このビルに入られたのは、その3年が終わって2002年です。2002年、3年終わってっていうことですね。契約が3年終わってっていうこと。2002年から2000年ぐらい、2002年までいましたから、そこにね、その後で2003年で、ね、こちらに動かれて、もう3年目で来ました。本当ですか。じゃあもうこんな長いですね。もう19年、20年ぐらいやってるんですか。20年か。20年。ま
さんもそろそろ次に動かなきゃ。動くんですか。もう動かないと思う。だからでもウルグアイ行ったりマイアミ行ったりだと、ね、おっと最後もねトラサオ行ってね、もう帰ってきましたもん。トラサオ行って帰ってきたんですか。すごいですね。ありがとうございます。本当に素晴らしい。回り回って最後日本に寿司屋出すってどうですか。まあどうなんでしょうね。やっぱり難しい層もありますけどもさ、まあ、今僕は自信がないっていうのもありますけども、やっぱり日本にいてね、なんか自分の店作ったら海外に出た価値もなくなるかなと、自分を裏切るのも嫌ですから、僕はなんとかなく最後までね海外でと思ってるんですよ。はあ、そうなんですね。逆にこうなんか日本でコンサル的なことされたんですか。あ、海外出店するため の, のおそれもね、やるためのノウハウもね、こういう経験がございます。ただ料理ができるだけじゃなくて、できるためじゃないですか。そうですね、経営の面も見ないといけません。マーケティング、コンサルタントしないと。宇宙南米の人を使って仕事をするっていうのはどういうことなのかとか、確かに、文化の違い、これこそ文化、そうですね。まあそうですよね、もう融合しないといけないですもんね、うん、現地の人を使わないといけないってことですね。それだけでもね、ものすごい価値のある講義をできますよね。素晴らしい歴史をする、まあ、ね、うん、すごいね。でも本当に日本の大使ってことです。あ、文化、え、ど、あ、すみません、称号は、称号の日本食親善大使ですね。親善大使です。日本食親善大使、日本食普及の親善大使、メネゼラの、私はね、ダメですけどね、元は洋食ですからね。いや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 、いいです、前まで何が起こるか分からない人生ですからね。はあ、素晴らしい。これが伝授してるってことですね。これを、そういうこと、技がベネズエラと融合されて、そういうことですよね。でもこの寿司の技はこう、いいですか、取っちゃいますよ。島感かと思いきや、実はね、ベレンの日系人の技だっていうね。そういうことなんですね。面白いですね。あ、いやー、これが素晴らしい。こう、すいません、これちょっと写真を、あ、ちょっとこれ言ってそうなんですけど、これが南米一うまい。よろしく、あ、すいません。あ、素晴らしい。これがベネズエラの、ありがとうございます。はあ。